いい、そう、なんか今回の動画は住宅ローン滞納や自宅差し押さえに直面したら株式会社いちとりで新たなスタートさんの提供でお送りします。ご視聴いただきありがとうございます。第6チャンネルプレゼンツ地獄歌謡祭チケット販売中です。11月4日19時半開演、 K ステージ O にてお待ちしております。出演者大募集、概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。名古屋栄ライブドクシーさんにてトークライブを行います。10月15日17時開演です。今は香織さん何されてる方なんですか？私今パソコンのインストラクターを、最近になってそういうちょっとこの過去の話みたいなのをいろんなところで話すようになってちょっと本を出版されたみたいな流れなんですか？そうですね、はい。でも大体いつもひたすら今に至るまでを聞くみたいな感じのチャンネルなんですけど、はい、出身はどちらなんですか？出身は台湾です。台湾で、はい、ご両親って台湾人っていうことなんですかね？台湾人のお父さんお母さん。そうですね、はい、4歳の時に両親が離婚して、はい、でうちの母が、まあ、ちょっと単身日本で出稼ぎっていうんですかね、あ、うん、まあ、お仕事で日本に来るんですけど先に、うん、当時の台湾はそういうその女性が一人で日本に出稼ぎ行くっていうのはよくあることなんですか？多かったと思います当時、うん、母の周り の, その友達も結構多いですね。あ、そうですか。そうですね、10歳は台湾、うん、過ごしてて、にいました。いきなり日本に行くよって言われても どうなんですかそれ、嫌だなって気持ちはあるんですか？嫌な気持ちっていうか、そうですね、それまでも私が4歳の時に母が離婚して、はい、でもすぐ母は日本に来たんで、ずっと母と一緒にいられなかったんですよね。あ、一緒に住んでなかった。その空白の時間があるんですか？そうです、そうです。父母の家だったりとか親戚の家とかにたらい回しっていうんですか、あ、そされて、うん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 、迎えに来てくれ、受け入れてくれたっていうんですかね。なるほど、ね、うん、最初栃木の小山っていうところです。うん、小山ってお母さん何のお仕事してその、あ、その時はね、スナック、うん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 、お店をやって、小学校5年生の夏休みの時に来て、ほうほう、でも日本語も全然わかんない状態で、うん、夏休みの間だけ幼稚園生が使うひらがなドリルとか、うんうんうん、そういうのでひらがなとか全部覚えて、うんうん、でいきなり普通の小学校に入って、はー対話できるんですか、その小学校の生活は？いや、対話できないですよ。はー、全然わけわかんなくって、もう本当にもうもしもししか知らなくって、うん、友達とかできるんですか？いや、でも最初、僕も最初はね、なんか寄ってくるんですけど、でも日本語も喋れないから、コミュニケーションは取れないわけなんですよ。ほうほう、孤立してって、うんうん、しまいにはもうそのいじめっていうのに遭うんですけど、ほうほう、机の上にもその彫刻刀で、死ねとか、台湾帰れとか、上書き隠されたりとか、ノートに落書きされたのも、そういうのも日常茶飯事でしたね。はぁ、うん。かといっても日本語もわかんないから、ほうほう、もうどうしていいのかわかんない状態でしたね。なるほどね、うん。中学に上がって変わったりするんですか？中学に上がってまだ変わってはなかったんですけど、はい、まあ、別にそのいじめられたからぐれていくってわけでもないんですよね。小学生の頃に祖母も一緒 に台湾から来たんで。あ、そうなんですね。はい、で体もちょっと弱かったんで、はは、うん、私はずっと介護してたんですけど、中学校2年生ぐらいの頃に、まあ、入院しちゃって、うん、でも介護が必要じゃなくなっちゃって、ほうほう、で夜暇になっちゃうんですよね。時間ができたらもう何だろう、今までのタガが外れたっていうかな、ほうほう、うん、それじゃあ中学2年ぐらいの時にはタガが外れて一緒に遊ぶような友達ももういるんですか？そうですね、きっかけは上履き隠されて、うんうん、
ないからもう頭に来て、ほうほう、クラス全員の靴を全部校庭に放り出しちゃったんですよ。放り投げて、ほうほう、うん、切れちゃったんですよね。切ったね、はいはい、うん、なんか吹っ切れちゃったんでしょうね。でもそう、そう、今でもずっと我慢してたのが、うんうん、そこからですね、いじめはなくなったのは。あ、もうあいつ怒ったら怖いぞってなったんですね、うん、あいつ、うん、切れたら何するか分かんないっていうふうになっちゃったんじゃないですか、多分。はあ、うん、でそこから友達もちょっとできて、うん、そうですね、そこから、はあ、夜親がいない子同士で集まって、うんうん、だん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 もうタバコから夜遊びに始まって、もそうですね、死んだ万引きセット、はあはあ、うん、何にセットしたんですか。バイクだったりとか、ほうほう、自転車だったりとか、ほうほうほう、うん、直結っていうのがあるんですけど、うんうん、その原チャリの、ほうほう、線をつなげて、ほうほう、うん、鍵がなくても発信ができるような。あ、それ直結ですか。そうですね。そうそうそう。ほうほう、直結っていうんですけど、ほうほうほう、うん、それをして帰ってくるとか、乗って帰ってくるとか。なるほどね。うん、女番長になりたいと思ってて。それがかっこいいと思っちゃったんですよ。それでその中学校で他になりたい人はいなかったんですか。小山は結構中学校多かったんですよ。おお、ほうほう、うん、でそれぞれもその中学校でタイマー張って誰が一番かっていうのを競っていくっていう。じゃあそのタチューとタイマー張り続けたんですか、タチューの。そうです、そうです、番長みたいな。そうです、そうです。負けたことあるんですか、中学校で。負けはない、負けはしなかったです。大満所って時は一応素手はルールは素手です、ルールは。あー、うん、道具は一切使っちゃダメ。中3くらいになったら自分ではもう山仕切ってるって思ってたくらい。へ、そうなるとまたその上の人たちとの付き合いみたいなのも始まるんですか、その高校生のヤンキーとか。あの、来ますよ。やっぱもう気に食わないからもう締めてやるとか。ほうほうほう、うん、ここは行ってないです。あ、行ってないんですか。行ってないです。え、なんで行かなかったんですか。いや、自立したかったんですよね。ほー、うん、もう早くもうお金稼ぎて、うん、早くもう自立したかったんです。あ、一人暮らししたいっていう感覚ですか。そうですね。ほー、うん、ハローワークで紹介された工場、ほうほうほう、うん、で2ヶ月くらい勤めるんですけど、2ヶ月で辞めちゃいましたね。それなんで辞めちゃったんですか。え、つまんなくて。まあまあまあね、うん、ちょっとそのタイミングでうちの母と大喧嘩して、ほうほう、で家出するんですよ私、うんうんうん、家出して16歳で寮があるスナックを見つけて、でそこでいつレディースになるんですか、それ。で、それ半年くらい経ってスナックを辞めて、うんうん、で地元に帰るんですけど、うんうん、帰ったらなんかみんなバラバラになってしまうんですよね。シーンがやってる子もいるし、ほうほう、まあ、男に走っちゃう子もいるし、バラバラになってる状態で、ほうほう、つまんないと思ってしまって、うんうんうん、そこでリリースやろうよっていう声かけて、はあ、うん、そこで初めて女族っていうのを。女族、女族女の族って書いて女族。当時その栃木にはそういう女性の暴走族っていうんですか、はい、レディースのチームはどれぐらいあったんですか、うんうん。いや、私が知る限りもう一番最初だったと思いますけどね。あ、一個もなかったんですか。だと思いますよ。あったら耳に入ってきてるはずなんで。はあ、うん。何人でやるんですか。最初20人くらい。結構いますね、でも。そうですね。まあ小山の同い年のそのヤンキーと、うんうん、あと1個下、2個下まで詰めて。はあ、で立ち上げて何するんですか。暴走行為するわけですか。暴走行為、そうですね、暴走行為。例えば暴走族一組だけしか栃木なくて、うん、走ってて面白いんですか、うん、走ってて面白いっていうかね、
みんなと一緒にいるのは面白かったんですよね。あ、なるほど。実際私が立ち上げてちょっと経ってから、はい、うん、他のその地方とかに、はい、まあ、リリースができたとかそういう話もちらほら聞くんですけど、はいはい、潰しに行こうよっていうふうに言われることもありました。ただ私の中では何だろう、勢力を広げようとかそういうのあんまり思わなかったんですよね、うんうんうん、ただ仲間でみんなで楽しくっていう風なのが、なるほどね、うん、私の中でも一番だったんで、来たらそりゃね、とことんやりますけど。あ、来たことあるんですか。逆に攻め込まれたことあるんですか。攻め込まれた、特攻服着て駅前にいたりとか してましたね、うんうん、他のレディースの子たちが遠征しに来てるってことですか、向こうがって思いますよね、はいはい、うん、今ここで脱いで帰るかどうするのって10秒数えるうちに帰れって言ったら10秒数えるうちに帰っちゃったんですよ。ほーほーほー、小山の香りって言ったら、ね、名前がバーって広なんか大きかったんで、うんうんうん、で女の子はもう大体喧嘩にはなんないし、で地元のね、あのそのヤンキーっていうか、まあ、ほとんど女族なんで、なるほどね、でも地元でも喧嘩になんないし、もちろん、へ、うん、みんな仲良く、ちょっとチーマっぽい女の子をさらって山に連れてってなんかいろいろやって捨ててくるとか、もうそういうのが多かったんですよ当時、うん、ちょっとね、はあ、うん、だからもうレイプみたいなことしちゃって捨てるみたいなことを、そういうのが多かったですね。そいつらを潰しに行くってことですか。そういうのを見つけては喧嘩をふっかけるというか、はあ警察のお世話になったりもするんですか、その時。歩道はありました。あ、でも歩道ぐらいで済むんですか。そうですね、うん、少年行くとかになるやつはなんなかったです。もうそこまで大事件にはな、はやったことはないので。なるほどね。シンナも、中学生卒業したらもうすぐ辞めたし、それどんな心があるんですか。ちょっと本当に好きだった先輩が亡くなっちゃったんですよ。シンナってバイクに乗って、はははで亡くなって、まあ、火葬場まで行って、うんうんうん、それ泣き殻を見た瞬間にもうちょっとこれやっちゃうの、あのもう本当にもうすごかったんですよね。その骨がすごい変形しちゃって、その先輩もずっと死になってたんで、緑黄色紫ピンクとかの本当にもう骨がすごい変色してたんですよ。はあ、それがショックで、はあ、それが中学校3年の終わり頃ですね。なるほどね。さっき立ち上げた暴走族みたいなのはシンナーは禁止なんですか。禁止、もちろん。はあ、うん、まあ、シンナー現金、仲間をの裏切り現金、うんうんうん、警察に万が一捕まっても名前を出しちゃダメとか、うんうんうん、あとはもうそのやりまん現金、うん、一つの一人のね男性とさ、みんなはいいけど、うんうんうん、いろんなあっちもこっちもっていうのはもうちょっとそれは、うん、女性としては後半のチームで作りたかったんで、はあ、うん、私自身も地元で付き合った人はいないです。あ、そうなんですか。いなかったです。もう全然男のおの自分なくって。じゃあ思春期の男性関係はいないです。あ、そうなんですか。そうです、私は総長だから向こう派でいなきゃいけない。はぁ、うん、男も邪魔くさくて。へぇ、なるほどね、うん、綺麗だからなんかヤンキーの、ね、もう寄ってきそうじゃないですか。寄ってこないんですよねそれがヤンキーすぎてですかね。まあ実際中学校の時から香りっていう名前が広がって、はぁ、まあ女族立ち上げて、うんうん、でも当時ね、そのケツ持ちっていうそういうのも来たんですよ。そんなの来るんですね。お前ら暴走族やるんだったら俺たちに金払って。そうほうほう、うん、え、それどうするんですか、ケツ持ちが。それを、ね、単身、事務所に行って。え、ヤクザの。ヤクザ一人一人で、ほうほうほう、うん、
要はその暴走族の男の子の面倒を見てたジンキラーなんですかね、うん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 、当時って言うとね、うんうん、ケツ持ってやったらみかじめ料払えみたいな、そんな感じで来たんですけど、ほうほう、こんな若いのと話したらしょうがないから、とりあえず上を押さえようと思って、ほうほう、で事務所に行ったんですよ、ほうほう、とりあえず親分行こうほうほう、うん、一体どういう交渉になるんですか、みこじめ料私たち払いたくないんですけどみたいな。そう、だからもう最初にこういう所属、まあ、この度立ち上げさせていただいて、ちょっとケツ持ち、うんうん、代金払えてきてるんですけど払わない、ケツ持ちもいらないっつって、ほうほう、うん、そうしたらなんか親分が、ほう、面白いな、女で一人で来るのはもうないよな、こんじゃんなお前って言って許してくれたっていうか、はあ、うん、気に入ってられたんですね。そうですね、はあ、うん、まあ、根性あるなお前って言って、まあそんなお金はいいから、はあ、もう今後何かあったらもう、ね、名前使っていいよっていうふうに言われたんですけど、はあ、まあもちろんね、そういうお名前もさ別に使う必要もないし、うん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 、そういうのもあったから余計に、はあ、地元では香りやばいよつって香りに手出したら300人集まるよって、いつの間になんかそういう噂まで広がっちゃって。なるほど、うん、怖いもん知らなかったんですよね、いつ死んでもいいかなっていうふうに思ったんで、はあ、要はかっこよく生きていきたかった、かっこいいのがいいっていう。なるほどね、うん、いつ死んでもいいやっていう、はあ、その感じだったんで、ほうほう、うん、仮にじゃあそのヤクザ単身で事務所行って、うんうん、なんかあったとしてもそれはそれでかっこいいじゃんっていう、うん、なるほどね、と思ったんですよね。はあ、特集とかされてスカウトされてたっけ、芸能界とかに。 そうですそうです、ジョゾクを引退してピンズロードっていう雑誌に、うんうん、私はまあよく出させていただいたんですね、はいはい、でそのティーンズロードのその雑誌から某レコード会社のプロデューサーが、ほうほう、うん、じゃあその本物のレディースを5人集めて CD を出させようっていう企画があって、ほうほう、それでデビューするんですけど。でも本物って言っても経験者っていうニュアンスですか。じゃあそうですね、うんと、元レディース総長、副総長、うんうんうん、5人集めてっていう。はあ、それじゃあ別にどこの誰とも知らない違う、そうです、地域のレディースの人たちと組むんですか。そうなんです。それってその5人仲良くなるんですか。で、私も思いましたね。喧嘩になりそうですね。喧嘩になりそうですよね。はあ、はあ、いざ集まったらみんな大人なんですよね、きっとね、考え方が。ああ、そっか。しかも、まあ、別にデビューしに来てるのに喧嘩してもしょうがないしなっていう。それもあるし、なんだろう、もうレディース総長の苦労、気苦労みたいな、うん、そういうのがもう気心が知れたっていうの、うん、ああ、そう、全員みんなトップの大変さを知ってるんですか。そう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 、逆に大変だったよね、こういうことがあってさとか。実際デビューしてそれ売れるんですか。売れなかったあ、そうですか。シングル2枚にアルバム1枚を、うん、出させてもらって。ライブとかもしたんですか。ライブやりましたね。はあ、うん、その時は小山から東京に通っているってことですか。そうですそうです。はあ、1回来るためにも例えば10日滞在するとか。はあ、うん、事務所とか1回入るんですか。それとも。そうです、事務所に入ってます。おお、じゃあ18ぐらいでタレントになってるとかあるんですか。そうですね。はい、タバコとかどうしたんですか。やめたんですか。じゃあやめられなくて、うんうん、やめろって言われたんですよね。ただやめろってちょっと待って、だってさ、それもおかしいじゃないですか。あ、まあ、レディースって、レディースを5人集めて出させるのにタバコやめろって思う、おかしい話だろ。もしも不良が売りなのにね。そう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 、だって不良だって分かって出させるのにやめろとか真面目になれってもありえないでしょ。まあ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 、じゃあお酒とかも特にやめずに。そうですね、マネージメントする側からの大変ですね。だと思いますよ。
すごい大変だと思いましたよ、うん、じゃあ陰で吸ってていいよとかそんな感じで最終的には俺ってオールナイトフィジーかな、うん、メンバーの一人が刺して、うん、もう私あいつ嫌いっつ生放送中に生放送中に放送後どうなるんですか、うん、全然全く怒られてないんです怒られたことはないですねマネージャーがどんな人がやってたんですかヤンキーですかマネージャーも最初はマネージャーはその事務所の、新入社員みたいな感じの子だったんですけど絶対収集つかないそのうち、ね、1週間ってそのマネージャーが飛んででその後なんか女性の、社員さんだったんですけどそれもね10日持たなくってしまいにはなんかその事務所の社長がやってましたよねへうん、ぐらいただ多分何が大変だったのか分かんないんですけどいやもうみんながヤンキーだからじゃないですかですかねいいともに一番最初に出た時は何、かのコーナーにゲストとして、私たちが出演して栃木のレディースの女の子が2人で出てきたんですよ出てきた時にタモリさんが本当この子たちって言ったの栃木のレディース気合入ってるんでよろしくみたいなことなんか言ったんですよ私たちがその渡航区来ているから何が気合入ってんだよてめえどこだよもうちょっと私の中自分が蘇っちゃったんですね同じ栃木っていうのを響いてしまって栃木はレディースだ栃木どうだよ帰れって感じで言っちゃったんですよ。ほうほうほう生放送中。こうしたら、タモリさんが、そうだよ、お前だよ、そうだよ、早く帰るよって感じで、なんかもう本当にね、いじって。そうそうそう、いじって、すぐ CM かなんかに入ったんじゃないそうですね、一番生放送出しちゃいけない人だったんですねそうだと思います、だから生放送出しちゃいけない感じでしたね、まあね、確かにそれは確かにちょっとブレイクは難しかったかもしれないですねだと思いますねそう考えると、だと思います、ね、はあ、なるほどね、グループはいつ解散するんですか最初からもう2年っていう決まりがあってほうほうでも20歳とかでも辞めてる21ですかね、確かでそこらは、まあ、そのソロのタレントとして活動するんですかって思ってたんです私なんかもうその、ね、芸能界っていうのを知ってもすごい楽しかったんですよねあじゃあもうこのまんま続けたいと思ってで女優になり なりたかったんですけどなりたくって上京してくるんですけど、もうちょっとタイミング悪く、その入った事務所が倒産しちゃうんですね。倒産っていうか飛んじゃうっていうか、で右も左ももう分かんなく、でも私どうしよう、と思った時に銀座。まあ、たまたまそのスカウトされて生活もやっていけないからとりあえずもう銀座でアルバイトを しながらちょっといろんなオーディションとかその女優の道を目指すんですけどほうほうほう芸能人の卵としてホステスさんやってるみたいなそうですね、はい、それはその女優のオーディションはどうなんですかあの何か実ったんですかそのいえ孤独ごとく落ちましたはあ、全然もうダメで箸にも棒にもかからずっていう感じでそうですねほん、まあ、書類でももう最初ははあ、芸能仕事がないけど、まあ、ここ銀座のホステスさんだったらまあ結構食え給料高く給料はありましたもうお金はね、うんうん、もうお金はもうこんなに私もらっていいのって思うくらい、ね、21くらいそこらのね、うんうんうん、
あ、でもね、そのホステスの方では結構売れたんですか、売れたというか人気。そうですね、売れたっていうか、うん、おかげさまで。はあ、はい、確かにそうなってくるとお金も稼げちゃってるし。そうなんです。あんま別に芸能頑張んなくてもいいんだってなってきますもんね。でもだんだん心折れてきちゃうんですよね。はあ、なんか片やはそのオーディションに行っても ままならないし、うん、ホステスとはいえチヤホヤされたりとか、うん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 、まあお金もそんな困るわけではなく、うんうん、やっぱりなんかもう天秤をかけるんですよね、なんか自分の中でね。なるほどね、うん、日々悩んでましたよ。はあ、うん、どっち、あ、もうこのままホステスかだけどな、ね、もうそれが夢で、もうそう、ね、女優になりたくて私上京してきたの、何やってんのっていうふうに思い、日々責め、自分を責めたりとかもするし。なるほどね、うん、どっかでじゃあ区切りつけるんですか。そうですね、区切りはつかなかったです。やっぱりもうダラ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 。それが何歳ぐらいまで続くんですか。それが23くらいの頃まで過ぎました。なるほどね、うん、そこからそれ以降どうなるんですか、ね、でもちょうどその時にお付き合いした、うんうん、まあ、男性と、まあ、いわゆるできちゃった結婚。あ、うん、はははまあ、子供ができるんですけど。はは、お店で知り合ったことなんですか。そうです、そうです。あ、じゃあお客さんで。そうですね、お客さん。銀座に来るような人だから経営者かなんかですか。 そうですね、不動産の、うん、社長をやってて。その時もね、なんか自分でね、あ、もう疲れ切っちゃった、もう女優っていうか芸能界の仕事も、うんうんうん、うまくいかないし、まあ、このまま結婚したら楽なんだろうなっていうふうに思ってしまったんですよね。その前に、まあ、実はその香港行かないかっていう話もあったんですけど。中国語喋ったんですか当時。はい、喋れたんで。そっか、うん、お母さんとは中国語で会話するみたいな感じですか。そうですね。ああ、そっか、はい、香港で、まあ、そういう、うん、とタレントの話はあったんですね、うん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 、やっと舞い込んできた、そういういい話だなと思った時に、まあ、妊娠するんですよ。すごいタイミングっていうか。はあ、なるほど。じゃあ産むことを決意して。うん、今までのその経緯とか考えたら、うん、まあ、なんか産んで結婚しちゃった方が楽なんだろうっていうふうに私は、うん、なるほどね、そっちを選んだんですね。じゃあそこから主婦になるんですか。そこから主婦になります。ほう、で住まいも東京。そうです、そうです。それはどれぐらい続くんですか、その結婚生活。それはね、5年くらい。ああ、でも5年で終わりを迎えるんですね。そうですね。はあ、うん、どれぐらいからこの亀裂が入るんですか、その夫婦関係にというか。もう思えば最初くらいからかな。あ、そうですか。そうですね、もう長男が生まれて、はあはあ、ちょっと経ってで、DV が始まっちゃったんですよね。それも結構な感じですか。それ結構な感じでしたね。大々的にお仕事をされた方だったんですけど、うんうんうん、うまくいかなかったんじゃないですか。なんかお仕事とかで、あ、うまくいかずで、お金ももう本当になんかまあいろいろあって、お金もだんだんそこを尽きてしまって、うん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 、そういうところから私に当たるようになっちゃったんですよね。はあ、うん、そのストレスは直接香織さんが。そうですね、はあ、なるほどね、うん、私も気が強いんで、はあはあ、やっぱりわーって私も言ってしまう。うん、ああ、それに、そっか、そうですね、まあ、決してね、うん、決してもうやめてくださいっていうタイプではないので、そう、私もね、なんか歯向かっていくんですけど、やっぱり男性にはね、うんうん、勝てないので、それが、まあ、どん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 、最初はもうビンタ一発が、あばら骨何本折れたか、くらいですね。マックス首絞められた。あ、このまま、あ、もう殺す気なんだなっていう感じで。
っていうのがマックスですかね。なるほど、うん、とはいえ 3,4 年耐えたじゃないですか、はい、その別れようって決断したらどういうタイミングなんですか、なんかあったんですか。そうなんです、もう無理と思って実家に帰ったりとか、うんうん、また戻ったりとか、そういうのを繰り返したんですけど、はい、まあ次男が生まれて、その間にも次男ができるんですね。そうなんです、次男ができちゃったんですよ。あ、まあ、できたんですね。あ、うん、だからその暴力的なゾーンもあれば、そういう男女の関係になろうよ的な雰囲気の時もあるんですか。そうですね、うん、まあまあ必ずしもね、もうずっともう毎日毎日 DV ってわけじゃないし、はあ、お互いじゃあ頑張って立て直そうっていう時期もありましたよ。そっか、うん、その立て直そうというふうに思った時にできた次男がいて。そうですそうです、はあ、ああもうじゃあ2人も子供できたんだから、もうこれから俺頑張るって言ってくれてる時期もあったし、はあ、うん、え、実際その次男ができた後なんだ、できて、うん、長男と3つ違いでできたんですけど、はいはい、うん、次男はもうまだ、生後に3ヶ月くらいの頃に、はい、なんか激凛触れちゃったんですかね、私が、はいはい、彼の、はい、うん、やっぱ、ま、案の定すぐ手が、うんうんうん、出てきて、出てきた時に3歳の長男がもう親父の前でパッて、うん、ママのこといじめないでよ、うんうんうん、までそれ見た瞬間、あ、私なんでもう自分の息子にこういう思いさせちゃってんのって、うんうんうん、だって3歳ってね、もうちょっともうわがまま言ってもいい年だし、ね、もうママママとかパパパっていうような年ではあるのに、うんうん、それを、うん、なんか自分よりもはるかに大きい父親の前で、うんうん、私をかばうっていう、うん、ああ私母親としてもなんてことしてんだろう、はあ、と思って、それでもう別れようっていう決意を、ね、でもね、別れちゃったら旦那さん仕事うまくいってないじゃないですか。養育費とか一応もらえるんですか。いやいや、もういらないですもん。あ、いらないから別れようっていう。そうですそうです、もう、うん、本当にもう何にもいらない、まあいらないっていうか最初からもう求めてないし、はあ、うん、でも2人そっから女の人に育てるって、何しどうやって働いてやったんですか。幸い実家がねあるので、はは、もううちの母がもうすごいありがたいことに受け入れてくれて、はあ、うん、まあ実家に帰れたんですけど。なるほどね。で実家で母がもうずっとスナックやったんで、うんうんうん、うん、そう、あ、そこ手伝ったりとかして。そうですそうですそうです。はあ、今度はまあ一瞬ぐれますね。中学校1年生ぐれて、中学校2年生で更生します。早いですね。そうなんです。それ1年間何があったんですか。きっかけはサッカー部だったんですけど、ほうほう、まあちょっと折り合いが良くなくって、ほうほう、あ、監督とかまあ、そのチームメイトとか、うんうん、でもそれどん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 その部活行かなくなっちゃって、うん、そう、で今度はその部活行かない同士でもうつるみ出して、うん、うん、タバコとか、うんうん、まあバン引きとか、うんうんうん、そんな感じで始まって、うん、まあ、だん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 生活態度は悪くなってくるんですけど、うんうん、顔ボッコボコになって帰ってきたりとか。ああ、喧嘩とかし始めですね。まあ、喧嘩だけだったらいいんですけど、まあ、見た目からしたらもうちょっと羽がいじめにされたのがボコボコにされてるような、いい、うん、そんな感じですね。やっぱり、うん、喧嘩だったら私も分かるじゃないですか、うん、そのまず最初にね、どこを見るかっていうのも拳を見て、うんうん、顔を見て体を見てっていう感じなんですけど、拳の喧嘩の痕跡もなかったし、あ、これ一方的にやられたんだろうなっていう。あ、リンチってことですか。そうですね、リンチが、うん、でそれが2回くらいあったのかな、うんうんうん、リンチされて帰ってきて、うんうんうん、もう、まあ、別にお前がこれから先暴走族やろうがヤンキーになろうがヤクザやろうが
もう全然それはもう本当に自分がその道だと思ってんだったら私は応援するって、うんうんうん、ただそれが楽しいかどうか、うん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 、楽しくなる。じゃあどうしたいの。俺は学校行きたい、うんうん、分かった。でもそこから早いですよね。もう、もう先生と一緒に、まあ、その学校に戻るためにはどうすればいいのかとか、うんうんうん、そういうコミュニケーションっていうか、その先生がその学校で居場所を作ってくれたりとか。ああ、なるほどね。うん、そう、ぐれてるからそのクラスにまず最初居場所がないってことですね。そうなんです。もうそこがね、結構ね、戻るって言っても戻りたくても戻れない。なるほどね。うん、どうやったら居場所を作ってあげるか。ありがたいことにも先生が苦しみになってくれたりとかしてて。なるほどね。うん、もう幼稚園の時からの友達だったりとか、そういうのも、うんうんうん、もう親身になってくれたりとか。あ、でそっか、そこはそういうヤンキーグループみたいなのから離れられたんですか。そうですね。はあ、なるほどね、うん、でそこはそれ以降は別に特にそれることもなくというか、それることもなく、はあ、なお、また栃木のヤンキーとかの先になってたら、まあ、暴走族、うん、ヤクザってルートになっちゃいそうですもんね。確かに、お前ね、ヤクザまでは行かなくても、うんうんうん、もう暴走族、それもそれで楽しそうだなと思うんですけどね。そうなったらそうなったで、うん、焦りはしなかったですよね。最近そのそういうレディースの取材を受けるみたいなことは、なんかどんなきっかけがあったんですか。ね、きっかけはね、ピンズロードっていうのは、まあ、私がリリースの頃からすごいお世話になってるその雑誌がありまして、3代目の編集長に、もう今度ナックルズ TV、はいはい、YouTube のチャンネルを立ち上げるんだけど、でその中のそのカテゴリー、そうですね、リリースっていうカテゴリーで、かおりちゃんちょっとゲストで出演してみてくれる、うんうんうん、1回限りだし、うん、ちょっと面白そうだし、ほうほうほう、うん、別に過去のことを隠してることもないし、うんうんうん、いや、いいよ、出るっていう感じで出たんですよ、ほうほう、ゲストで、ほうほう、そしたらなぜかそれバズって、うんうんうん、でじゃあちょっと旧車のレポーターちょっとやってみてよって言われて、旧車のレポーターあるんですか。そうです、そうです。あ、そう、それ旧車でもヤンキー車ですよね、なんかその、なんか属、ね、車チックなというか、そうですね、うん、昔で言うとね、属車なんですけど、まあ、今で言うと、その旧車会のレポーターで、うん、何回か、まあちょっとお手伝いさせてもらって、はあ、うん、でそれでちょっとバズって、うんうんうん、うん、バズって今に至るみたいな。なるほど、ね、それで本を出しましょうとか。そうですね。はあ、そう、はい、そうです、そうです。すごいですね。18、9でやった時のレディースのおかげで今、うん、そういうなんか。そうなんです。ね、はあ、本当にもう何があるかね、わかんないですよね。じゃあ、さよなら。第6チャンネルプレゼンツ地獄歌謡祭チケット販売中です。11月4日19時半開演、 K ステージ O にてお待ちしております。出演者大募集、概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。名古屋栄ライブドクシーさんにてトークライブを行います。10月15日17時開演です。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。よろしくお願いします。